はい。勝手に知恵袋を久しぶりに行きましょう。まず最初は一本目。えー、ボイスピークさんの出番も久しぶりですな。歌の題名がどうしても思い出す。あ、した。久しぶりだから設定、今、遅すぎん歌の題名がどうしても思い出せないので教えてほしいのですが、マジレス禁止。 うちの近くにポンツク等なる不思議な政党があるのですが、電話しても出ないし、国会議員さんも一人もおらず、なんだか破産したとかしないとか噂になっているのであります。それが数日前のこと、突然大合唱が聞こえてきてうるさいのなんの。その歌詞が、あんたが投手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 、あやかが投,が投,が投が、首、という歌詞でした。ちなみに最後のサビだけ女性で、あとは取り巻きの男たちの声みたいです。 なんだかおかしくて YouTube に配信しようと撮影をしようとしたところ、真っ赤な火の玉みたいな T シャツを着たじいさんが出てきて顔写真を撮られそうになり、抗議したら、証拠保全だとかわけのわからないことを言い出すので、気味が悪くなり配信は諦めました。最近は仮面の人が出入りしたり一体何の活動をしているのかよくわかりません。しかしまあ最近はこの界隈は治安悪いですね。 スキマトイガーとか言って走り去る女性のニュースも流れてました W。まあそれはどうでもよいのですが、歌のフレーズが頭の中で無限ループして、題名が思い出せず困っています。確か大塚彩子さんがいたグループの歌だったかと思うのですが、グループ名は何でしたっけ <laughs> 確か海鮮隊とか海山隊とかそんな名前だったかと思います。<laughs> どうぞこの歌の題名を教えてください。フレーズが回りすぎて頭がキュッとなってしまいそうです。よろしくお願いします。あー、あれね。海戦隊の <laughs>、

海援隊はクデーダズブバチドで言う、送る言葉で、お馴染みの海援隊が歌ってた、あんたが大将っていう曲があるよ。それのパロディーです、これは。これだけでは分からへんわな、知らんとな。分かんなかったらクミッキーさんは答えてないよ海戦隊ね。大塚。<laughs> だから、これだけでは分からへんわな。検索の仕様がないよね。確かにクミッキーさんは分からへんわ、これは。人としてで、大塚、あ、ほんま人としてとか言ってたよね。ええー、答え。 一個ある。学。学。聞いたのでしょう。草野球のあんたが当主。私がキャッチャーと歌っていたと思う。題名は黄色いハンカチ。学。くし。学。くし。日本語も変やから。日本語的におかしいし。くしだ。クミッキーさんがこれの元ネタが分かれば、面白いことを書いてくれたんやろうけど。 わからへんだよな。ハズれやった。次行こうか。次はちょっと期待できると思う。ーティムポスこれは回答が2つついてるから、期待できるよね。黄色いハンカチも、幸せの黄色いハンカチのことを言ってると思うんだけど、なんか面白くない。全然面白くない。今の。くみっきーさんの足元にも及ばへん。うーん。じゃあ次の質問行きましょうか。先日カラオケバーで。 世の中から全く注目されず、怒り狂っている先輩の大塚彩子さんが、魂を込めて歌っていた曲なのですが、怖くなりました。昔の歌なので、大臣マンブラザーズバンドで検索してもらえば見つかると思います。多忙なため、曲名と2番を教えてもらえたらありがたいです。こんな感じの歌でした。負けないてこ、投げ出さないてこ、逃げ出さないてこ、信じ抜くてこ、ダメになりそうな時、それが一番大事。OH。 高価な破壊を立てるより安くても献金した方が素晴らしい。テコがいるだけで傷ついてる人もいるけど、散々立花。行った後あやたんへの思いは変わらないけど、見えてるあざとさに時々やめたくもなる。ここにあやたんがいないのが寂しいのじゃなくて、ここでテコ気をしないのか、と思うことが寂しい。でも、負けないテコ、投げ出さないテコ、逃げ出さないテコ、信じ抜くテコ、ダメになりそうな時テコが一番大事。なるほどね。<laughs> これで、やっぱわ分かってるよね、江戸川さんは。大一ンブラザーズバンドで検索してもらえば見つかると思いますっていうの、これは、クミッキーさんに言ってるよね、これはね。<laughs> クミッキーさん、もうクミッキーさんに言ってんのよな、これな。大一ンブラザーズ知らんかもしれんけど、大一ンブラザーズで検索。だからさっきのやつも、海援隊のあんたが対象で検索してもらえば見つかると思いますって言ってくれたら分かんんだよね。歌ってみようかな。 負けないでこ、投げ出さないでこ、逃げ出さないでこ、信じ抜くてこ、ダメになりそうな時、それが一番大事。 から墓石を建てるより安くても献金した方が素晴らしいてこがいるだけで傷ついてる人もいるけど散々立花行いったとあやたんへの思いは変わらないけど見えてる さとさ、に、ときどき、やめたくもなる。ここに、あやたんが、いないのが、寂しいのじゃなくて、ここに、手こきを、しないのか、と思うことが、 寂しい。でも負けないてこ、投げ出さないてこ、逃げ出さないてこ、信じ抜くてこ、ダメになりそうな時 テッが一番大事俺この歌好きやわ、でも俺。いいと思うわ。踏切の SE が欲しい。さて、そういうことらしいです。質問ないって質問なくねこれ。質問、あ、曲名と2番を教えてもらいたい。結構もう、リンゴ君の歌やね、これね。さあ、カナス。 来たよ、やっぱりな。来ると思った。来ると思ったわ。カナさん来ると思ったわ。久しぶりやな。この曲名はテコが大事です。そりゃテコも不安やな。2番をどうぞ。金貸すテコ、洗脳したテコ、いなりテコ、テコ気抜くテコ、ダメになりそうな時テコが一番大事。 給料を払うよりてこにはボランティアが美しい。あやたん様を信じれるかどうかにある。今はルンペン威張ってる。それでも献金。ちゃうわ。間違えた。 今はルンペン威張ってる。それでも献金していればいつかは手こき。でも気づかれぬように嘘は繰り返される。ここにあやたがいないのが切ないのじゃなくてご褒美の手こきはしないのかと思うことが 切ない。歌いにくいよ。でも金貸すってこせのろしたってこいなりてこてこ気抜くてこダメになりそうな時てこが一番大事。入浴中に母乳が止まりません。これはきっとおっぱいこそ正義の時代が来るのかも、フィンじゃねえわ。 てこき抜くてこってどういうことなのてこき抜くってことかなはい、クイックさんね。案の定ですね。用なしミュージックから検索。これはあれかアップルミュージックじゃなくて、用なしミュージックっていうのがあるのか曲名はてこは大変なね。次はどうぞ。2番。てこ好きてこ、テコ依存症てこ、高年期てこ、テコマインドコントロールてこ、テコ涙。 見せてもいいよ、あやを忘れなければ。高額寄付をあげた後、節約で失態生活が素晴らしい。が いるだけで傷ついてる立場がいるけど散々献金払った後あやたんへの思いは変わらないけど経理の汚らしさに時折正気に戻る抵抗でいるのがダサくて寂しいのじゃなくて てこでいたのにお金貸したらブロックが寂しい。 でも、テコ好きテコ依存症テコ高年期テコマインドコントロールてこ、涙、見せてもいいよ、あやを忘れなければ。最近、マスメディアや貢献力による言論統制をネットにより強く感じる毎日ですが、姉とスーパーへ買い物に行ったとき、姉の息子3歳が、ちんちん チンチンとちょこちょこ走りながら叫んで止めず、子供には無力なのだと思い知りました。私はこんな世の中に対して、国民層赤ちゃん思想計画を提案します。終わり。な、え、ん、ー、のこっちゃ、チンチン、チンチン。言うわな、3歳やったらな。 国民総赤ちゃん思想計画で人類補完計画みたいな計画だ。国民みんな赤ちゃんに戻ったらええねんなね。面白い。昨日も、昨日もルビタンさんとさ、クミッキーさんって面白いよねって言ってたもんな。なんで面白いなあのな、あの子なんでそんな面白いの先輩とクミッキーさんなんでそんな面白いのって言ってた。まあね、そんな感じですよ。久しぶりに、えー、知恵袋をやってみましたが。 楽しいです。あの、久しぶりね、えっとね。まあ、あの、選挙で、ちょっとほったから、ほったらかしにしてしまいましたけど、まだやっていくということで、先輩とクミっきーさんよろしくお願いします。また、巨匠にも戻ってきてほしいよね。ほんま、ねうん。先輩後輩、職場の先輩後輩。ちなみに、かなさんは、 職場を今休んでんのでしたなの職場を休んで復帰とかすんのもうやおやめになられたの、ま、別に聞いてもしょうがないことであるけど。あ、お休みなんや。また復帰するんや。産級ってやつやね。じゃあ、知恵袋は面白いってことで。じゃあ、以上、久しぶりに知恵袋やりました。日本で